さあではメンバーをご紹介をしていきます。まずは町田です。ゴールキーパーがポープウィリアムです。ディフェンスは奥山、深津、高橋、尾長といういつもの4バックの予想で、中盤の底ですけれども宇野禅斗が 2回目の先発ということになりました。コンビを組むのが安井です。4-2-3-1の3、右が太田、左が平戸、トップ下に長谷川、リアジャスール、ワントップがドゥドゥです。一方の金沢です。こちらが前節から見て4人入れ替わりました。ゴールキーパーが白井です。ディフェンス4バック松田、松本、庄司、長峰、中盤の底藤村、小野原と入って、右に島田、左に平松、ツートップですけれども庭俊が初先発、そして豊田雄平が12節以来の先発になりました。動かす、作り直し、ガッツポーター、縦パス、スペースあって動かす、平田駅、左が一つフリー、入ってきた平戸は中を使う、右足フリック、バー決まりました。いや見事なゴールが決まりました。太田修介、この縦パス、はい、これ聞きましたよね。深津選手が縦パスでワンタッチが入って平田選手前向いてですね、まあ、右足のアウトサイドで相手の前に入っての当てるっていうシュートでしたけど、はい、しっかりと当てることができましたね。結構ああいうシーンってこうしっかり当てることができないで、はい、こうそれていってしまう可能性あるんですけど、しっかり当てることができましたね。かなり前線、まあ、442のラインかなり細かくなっています。まあ、アリア下がってますけども451のような感じです。いい形だ。上がってきた松田、エグル中3枚入れた、大外、豊田、わー見事、すごい、ここで出ました、豊田洋平の高さ、同点、対空時間の長いヘディングでした。最近の強さっていうんですかね、まあ、それよりもこの崩し素晴らしかったですね。本当にこれですよ、下がりながらで、ね、ボールをあそこに持っていける豊田洋平の強さ、らしさ、はい、しかもしっかりとコースも狙っているという、はい、さすがですね。やはりこうキーパーのポープウィリアム選手の方は、はい、やっぱ重心移動させられて、勝から高橋翔平、ダイレクト平戸、アバウト高いボール、こぼれて長谷川に出す、来た、太田が来た、太田の右足、ナイスセーブ、ー白井の右手でした。いやここ見応えありました。この金沢の市民 のやっぱ判断難しかったと思いますけど、はい、まあ、長峰選手が行くのか藤村選手に任せるのかという判断ですよね。まあ、長峰選手ちょっと行ったことで最後太田選手にシュートを打たれるようになりましたけど、ファイレイの声があってヘディングセル、太田から安井、おお、かわした、運ぶ、持っていく、スルーパス、ドゥドゥ来た、ドゥドゥの右足来た、勝ち越し、2-1。安井選手の判断、ここです。ここ多分パス しちゃうと思うんですけど、はい、もう一個運びましたよね。まあ、それによってズズ選手がより高い位置でボールを受けられましたから、安井選手のあそこでパスを出さずに1個運んだことがこのゴールにつながったと思いますし、まあ、もちろんズズ選手のワンタッチの中に行くワンタッチが素晴らしいと思いますけど、ライン揃える、プラス、強い強さ見せたブランタス、スピード乗って林、アウトで出した、流れてきた、右足だ、追いつきました、金沢大石、いやもう交代的中しましたね。綺麗な形、フリーを作りました大石龍平。ここはですけどね、毛利選手の縦パスに対してしっかり と林選手ですかね、ランニングして、まあ、そこにニアに杉浦選手入っていましたし、その奥で、おお、股抜き、スピード乗る、マイナスボール来た、チョンテゼだ、枠いってました、い
いい攻撃ですし、いいセーブですね。はい、なんかこの能力の高さが今、うん、場内から大きく手拍子、3人が関わる、プレッシャーをかけていく、そらしてきた、太田だ、太田だ、ここも太田俊介でした。3対2、三度勝ち越しました。ホーク選手のやっぱ飛距離もそうですし、まあ、このテセ選手の素晴らしいところに対しての、まあ、関わり方ですね、人の、はい、まあ、あと90分プラスアルファで太田選手ここまでいけるかというぐらいな、やっぱり試合を通してやり続けた選手には最後待ってますよね、ご褒美が。多少少し追加はされるはずです。中に入れた、深津、セカンドボール、金沢入れた、中入れる、クリア、急ぎます。4分台には入ってます。ここで長い笛が鳴りました。太田2ゴール、大きな仕事をしました。ここ2試合勝利がありませんでした町田ゼルビア、3試合ぶりの勝利です。